はい、おはようございます。それでは閣議後の会見をさせていただきます。本日国家戦略特別区域基本方針が閣議決定をされました。この基本方針は昨年秋の臨時国会で成立した国家戦略特別区域法第5条の規定に基づいて本制度を運用する上での基本的な方向性などを定めるものでございます。今後は2月21日の第3回国家戦略特区諮問会議における総理のご発言にもあった通り、3月に具体的な地域そして地域ごとの方針を示すためにこの基本方針に即してスピード感を持って検討を進めてまいりたいと思います。それからもう1点、この先週の18日にも発言をさせていただきましたけれども、本当の大雪等にかかる特別交付税の繰り上げ交付について本日決定をいたしました。本当の積雪は局所的に平年を大幅に上回る積雪となっている地域がございます。また14日から15日にかけて特に関東甲信地方で記録的な大雪となったわけであります。こうした地方公共団体においては住民生活の安全と安心を確保するために道路の除排雪等に精力的に取り組んでおります。災害救助法の適用対象となった団体、それから平年を大きく上回る大雪に見舞われた団体で繰り上げ交付を希望した49市町村を対象に当面の資金繰りを円滑にするため3月に交付すべき特別交付税の一部67億円を繰り上げて交付することにいたしました。なお除排雪経費についてはできる限り実態を反映した所要見込み額を把握し除排雪経費が多額に上る地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう3月分の特別交付税において適切にこの対処してまいりたいとこのように考えております。私からは以上です。じゃあ幹事社の竹内一点だけ伺います。日本衛星が週内に策定する予定 の中期経営計画に関連してですね、局社の会社その情報システムの刷新などに、総額8500円規模の投資を行うという報道がありますけれども、特にその情報システムに関しては問題では、その上場の時期にも影響が出てくると見られますけれども、今大臣として上場に向けたその日本郵政の準備状況や課題といったものをどう捉えていますでしょうか。まず日本郵政グループの中継計画、これは今月2月中に公表予定であると、このように聞いております。そして日本郵政のこの株式はですね、郵政民営化法においてできる限り、早期に減ずるべきものと、いわゆる早期処分をすべきと、そして復興財源確保法によってその売却収入は復興財源に充てると、このように規定されているわけであります。ですからこの日本郵政グループにおいて上場に向けて市場で高く評価をされるように、そして国民に民営化の成果を実感していただけるような、この新規サービスによる収益構造の多角化、そして強化、経営の効率化、こういったものに取り組んでいるものと承知をしております。総務省としてはこの郵政グループがですね、こうした取り組みを進めることを期待をしております。まだ経営計画公表されておりませんから、個別具体の件についてはコメントは差し控えたいと思います。幹事社から各社さんどうぞ。よろしいですか。大臣ありがとうございます。はい、頑張ります。